ロドス・ディアゴラス国際空港は、ギリシャのロドス島の北側、島の首都ロドスから西に 14km のところにある国際空港である。空港名のディアゴラスは、前5世紀に活躍した古代イギリシアのボクサーから取られた。ロドス国際空港は2017年時点で、ギリシャで4番目に忙しい空港をあり、1年間で、延べ530万1517人の乗客がこの、 空港を利用した。なお、ロドスは日本語においてしばしば、ロードスの表記も用いられるが、戦記時ロドス島に従い本港では、以下、ロドスで統一する。ロドス空港でのチェックインロドス島の民間航空は、第二次世界大戦後、現ロドス国際空港の南約3キロメートルの位置にある空軍基地である、ロドス空軍基地の場所で始まった。 この空港はゲンロドス国際空港が開港した1977年まで島の主要空港であった。古いマリッサ空港は現代の民間空港のニーズを満たせなくなっていた。新しい施設の必要性は大きかったため島のニーズをより満たすためにこの場で空港を開設することが決定され、新しいディアゴラス空港は1977年に建設された。 新空港では、島のニーズをよりよく満たすことが決定された。誘導路、プラットフォーム、空港の建物の拡張など、空港に改善が加えられた。最新のアップグレードは、増え続ける、チャーター便と乗客に対応するために2005年に、開設された新しい旅客ターミナルである。現在、空港建屋は総面積6万平方メートルである。2015年、 ロドス空港は滑走路に地下に空洞が発生したことによる陥没穴が発生したため14時間閉鎖された。着陸予定機はコス空港やイラクリオン空港、アテネ空港などの周辺空港にダイバートされ、滑走路はすぐに修繕工事が行われ運用が再開された。2015年12月、ロドス空港とギリシャの他の13の地方空港の民営化が フラポートと州民営化基金との間の合弁会社設立の合意に署名して完了した。契約によると、この合弁会社は2016年秋の時点で40年間14の空港を運営することとなっている。ロドス空港ターミナルは2つの建物が廊下でつながれている。出発は1階と2階の両方で行われるが、到着はパスポート管理、税関。 手荷物の回収が行われる1階の南の角でのみ行われる。空港にはボーディングブリッジがないため、搭乗渡航期にはバスを使用する必要がある。双方のターミナルビルは一連の慢性的な問題に対処する必要があるため、今後数年間フラポートにより改装が行われる。トイレと空調システムが最初に回収されたが、手荷物の二重チェックをなくす。 新しいチェックイン施設や交通量の少ない冬の間はインテリアの改造が徐々に進むなどより複雑な改修作業が行われた。空港には警察署、診療所、航空会社及びハンドリング会社のオフィス、レンタカー、ツアーオペレーターキオスク、VIP ホール、最近改装された免税店、カフェ、レストランなど必要なすべてのサービスがある。 空港が持つ一本の滑走路の方向は07-25で、長さ3306メートル、幅60メートルである。滑走路とターミナルを接続する6つの誘導路がある。駐機場は最大14機の航空機を駐機でき、最大でエアバス A380 型機に対応できる広さを持つ。地上支援車両に関係する駐機場の再配置を行うことで駐機場の容量を 増やせると想定されている。2017年3月22日、フラポートギリシャは、ロドス国際空港を含む14の地方空港のマスタープランを発表した。以下に、フラポートギリシャの投資計画に基づいて2017年11月から、ロドス国際空港に実装される点をまとめる、航空会社名の英名の標準、地名の英名の標準で記載する。 以下の数値は、2016年まではギリシャ、民間航空局から、2017年以降は、空港の公式ウェブサイトから取得している。2019年は、上半期の数値であることに留意されたい。空港とロドス市街のバスのほか、イキシア、イアラスス及びクレマスティのような村パラデーシ、トロス、ソロニなどの西海岸の村を結んでいる。空港のバス停は2つのターミナルの間にある。 バスのチケットは指定された店で購入するか、正規料金に、小学の割り増し料金を加算して、バスの運転手から直接購入できる。ロードス空港到着ロビーの外でタクシーを利用で決まる。空港からロドス市街へは、交通状況によって25から50分かかり、料金は通常25ユーロである。タクシー乗り場には、乗客の行き先に応じた固定価格を示す。 大きな掲示板がある。多くの荷物を運ぶ場合、追加料金が発生する場合がある。ロドス空港は、ロドスの町から約14キロメートル離れたところにあり、ロドスカミロス地方道から簡単にアクセスできる。市内中心部へは、交通状況にもよるが、約25から50分かかる。ありがとうございます。